毎度ーいやですってことで、本日の動画の前にプロスピグランプリやるんで、一個だけ皆さんに裏技教えておきたいと思います。実はこれ初日から経験値もらえます。知ってる？ 1.2 の経験値。おー、調子くん変わってるやん。リニューアルバージョン調子くんや。オッケーオッケー。まあ俺はトップランカーやからトップランク選んで、まあ、1.2 の経験値もらえる方法って言っても、やっぱりあのプレゼント開いて、でここでスピストアっすね。はい、このなんかジェット2個と、もう1個これ応援バット、これだけあったらいけるんですけど、まあ僕はスピンメダル余裕あるんでメガホンもいっちゃいます。うんで、それを全部ぶっぱしたらこれっす。はい、皆さん真似してね。もう遅いか。てなわけで本題の方戻りたいなと思います。ってことで本日の企画は、ソフトバンク純正において必須の選手を使っていきたいなと思います。まあ今ね、話題でキャッチャー坂倉さんでもキャッチャーでもラインドライブでは有名な方いるんですけど、ソフトバンクにも坂倉さん超える選手がいるんですよ。まあ一個だけ言わせてもらうと、コナミさん、なぜこの選手はラインドライブ高弾道ではない、意味がわからない。というわけで栗原さんを使っていきたいなと思います。今回ね、この方ね、中弾道なんですけど、なんかね打撃力半端ないんですよね。最近なんか栗原さんずっと使ってるんですけど、中弾道じゃない飛びしてるんですよ。なんかラインドライブ寄りの高弾道的な。は？意味わからんわ。そしてこの栗原さん、キャッチャー守れるということで、今回ねキャッチャーでしっかり守っていこうかなと思います。まあ特殊能力はね、もう超広角チャンスメーカー対左、はい、ってことで、まあ、今回ね1番バッターいつも村林なんです。はい、でね、あの栗原さんね、いつもの2番に置いてたんですけど、ちょっと村林が出塁率 100% なんで、ちょっとね栗原さん、ちょっと今回1番で村林2番でやらせていただきます。まあ、村林がね出塁率が 100% やから、チャンスメーカーちょっとねもう確実に出ないんですよ。これ今 45% って書いてるんですけど、これがねもう村林1番に置くことによって、もう 0% になって、もう栗原さんがねもう引き立たないということで、まあ1番バッター栗原さんでね、しっかり打っていきたいなと思います。今回スペリーグガチ頑張るんで、ソフトバンク純正の方どんどん使っていきますね。皆さんぜひ最後まで見てね。さあ、まっきりしました。カーリン・ラムさん、よろしくお願いします。山崎さんはちょっと初見っすね。打てるかどうかちょっとわからない。何の変化球持ってんの？はい、いきなり8で打ちだーって。なんやねん、シャーって。俺とできてそんなに嬉しいか、この人は。さあ、山崎さん、しっかりツーシームを張っていこうか。うん、ツーシーム張りながら甘つしだとーいきなり、それはやばい。ああ、なるほど、そういうタイプの人間か。オッケーオッケー。さあ、ツースリー、ここツーシーム警戒。はい、ボール。残念、村林さん、何がしたいねん。ちょっと待ってんか、お前。こんな人にはもうね、ギータのホームラン、もうこのパワーをしっかり見せつけていきたいなと思います。ボール、オッケーオッケー。さあ、ギータワンボール、引っ張って、ナイス。さあ、ここツーシーム警戒。なあ、絶対シャークル、絶対スタンプくる、スタンプくる、これ絶対絶対。うわー、これ外角スプリットバッチリかまして、はい、でかいさ、何がちゃいねん。もうムキムキ完全切れた。もう次ボコボコいきたいと思います。こんな人にはもうムキムキ連発よ、マジで。さあ、ここしっかり打っていこうぜ。もう大丈夫っしょ、打てる打てる。ムキムキ予告して、引っ張りムキムキ引っ張りムキムキ、みんなせーの、かぎまり。さあ、ムキムキ送ったんで、もう一発引っ張りムキムキ。何がしたお前、大丈夫か。ムキムキに圧倒されてるやん。さあ、マッチングしました。悪魔降臨さん、よろしくお願いします。栗原さん、ちょっとね主役なんで全然打てなかったということで、ちょっともう一試合だけやらせて。さすがにそれで動画終わるわけない。紹介して打てませんでした。あ、坂倉さんおる。
るわ、俺のライバルや。さあ蹴りつけようじゃねえか坂倉さん。こっちのね栗原さんもしっかりキャッチャーで打つんで、さあ当然だから一番バッター栗原さんチャンスメーカーついてるっけ。まあ広角つかんくてもしっかりね打てるのが栗原さんなんで、さあワンボールこう集中して打っていこう。いやそれ流してそんなにダメだクリアさん動画的には完璧、今のはえぐい。さあここまでちょっと経過、わあなるほど、視聴者じゃなかったっけ。さあ村林ここ打っていこうぜ、なってーそれ村林ベッチやわ。さあここツーツークリアノさんで出塁してるんでしっかりで打っていく、ほっぱあー。さあスリーボール、もうここ絶対打ちたい。ツーシーム警戒、ここら辺ね引っ張って、よっしゃあ危なかった、ナイス、ガンガン行くよ。引っ張りホームラン、ムキムキかわしていこうぜ。さあ集中、流して、ナイス大会 MVP ナイスみんな、せーの、ガキワリ。さあマッチングしました、ニュースさんよろしくお願いします。まあ9連勝中というわけで、まあこれ勝てば10連勝はい、超広角チャンスメーカー、これ待ってました、はい、これはもうホームラン確定演出でございます。さあ相手が柳さん、はいボール、シンカー警戒、ストレート行きたらあるよ、引っ張ってボール球でもヒットになるのが栗原さんです。はい、みんな使いましょう、坂倉さんより栗原さん、はいありがとうございます。さあ村林、ここで打てるのが村林でございます。お前今日活躍してないやっけ、ここ一応10連勝かかってるで、やばいこれ、ごめんにゃー容赦ねえなー。はい、ここ一発目のりさんなんで、まあ、ストレートこれ内角ビタビタ狙っていこうか、ここビタビタ、はいベースピッチナイス、甘い甘い甘い、嘘だろーえぐソロ一点きついって、ここ内角ストレートもう一回ビタビタ、もう一発いってでかい、でここどうしようか、スプリームこれ一回ボール球遊ぼう、ナイスピッチ、怖い甘い、大丈夫ですか10連勝できますか。ここ低めのツーシーム行こうか、ここしかない、もうここで詰まらせて詰まらせて、よしでかい、最初からここだけ解けばよかった、絶対いける、柳さんやったら打てるはずや、柳さんで打てへんわけない。さあここワンワン打っていこうぜ落合さん、さあ相手引っ張る警戒、いい流して、みんなせーの、かき割り。さあ続くぞ、こっからヤンのゲームチャンネル達成はここからや、ま、さあ集中、ハイボール、さあ2エンド2、引っ張ってナイスかき割り。さあ簡単に同点でございます、皆さんこれがヤンのゲームチャンネルの、もうえってロドリゲス、おとついの動画が3日前の動画でもちょっとロドリゲスちょっとあの動画やらせていただいたんですけど、もう攻略できますから残念、とりあえずボール来たら早く振ったらなんとかなる、うんなんとかなるからロドリゲスとりあえず攻略してる。さあ集中、おい回転しちゃって、それ回転一緒すぎる。さあワンワン、さあ警戒よ、引っ張ってないな、ソーティーえぐい、ほんまに外やばいんやけど大丈夫、あさあもう1打席回ってきた栗原さん、さあここしっかり打っていこうぜ、今3打席、2安打そう、もう多少しっかりかわしていくんか栗原さんなんで、しっかりとええとこないよ村橋、ええとこないって、ここスプリームバッチリかまして引っ張ってくれてでかい、ナイス、ナイス、ありがとうございました。栗原さん大活躍してる、どうも、ショートなんですけど、最近ね、ユニバ行って、最近ハリーポッターの方行ったんですけど、最近ボルデモートと間違えられました。さあマッチングしました、サルモジ一平さんよろしくお願いします。まあ、11連勝しっかりしていきたいなと思います。まだまだ藤川さん使ってもこの打撃力やばいんやけど、マジでスプリット、はい、えぐいた、危ねえ耐えた耐えた、マジでマジ耐えた。
ジで。サルモジンペマジエグいんやけど。さあ、何この打撃力。さあクリアのサウンド行こうぜ。さあスリーボール、いやそれいっちゃ寒いって。さあ MVP 外、マジここ頼む。スリーボール、ずれた。